いね。しおりちゃんうちの人は誕生日にそう送ってんの。あと20秒ドキドキ。キジネコさん何月？キジネコさん前聞いた気がするけど。もう一回教えて。で59。好きな人に LINE 送るみたいなテンション。そんなどんな気持ちなんだろうって感じだけど。1番かな届いたかな、行けたかな、ちょっと確認中、遅れたか、ドキドキする、ドキドキ、よし、送ってな。2月何日か言ってごらん、キジネコちゃん。新しくしてこれを、これの方には書いてないんだよ。前の方にはね、キジネコちゃんの書いてない。2月何日だ、何日か教えてごらん。今しおりちゃん推しはみんな教えてごらん、しおりにね誕生日を。あ、もう祝われた人は OK で、しおりちゃん推しの人は教えろ。しおりちゃん一押しの人は絶対まだ見てないな。記録とかついたらいいのね。あ、緊張した。ちょっと待ってね。あ、風船になってる。ごめんない。あ、これ読んだ。しおちゃんくん誕生日リップ嬉しい？誕生日リップめっちゃ嬉しいのよね。きしもちゃん送ったよね。何月だったっけ？最近。こっちに書いてないのかな。なんかさ、いろんなとこにさ書いてるからもうさ、もうわかんなくなっちゃって。きしもちゃんさ、あれに書いてなくない？ツイッターのとこ。文句言う人。書いてなくない？これさ、めっちゃ最近これ書き換えたんだけど、それには書いてないの。ねえ、もう一回教えて。キシモチさん。ジャンピン、ナプジャパン。ジャンピン、ナプイン。一富士二三三三パン。ちいちゃるこんばんざい。ちいちい。ロリミツヨミーノのしおりを見てさ、きみんちゃん。ロリミツヨの好きだね。27これにしようかな。変かな。これにしようか。2月です。2月の2月の2月のシュポム。やっほー。今日もちぽよ。ありがとう。こんばんは、こう。
くちお疲れ、今日も今日とてお疲れ便。僕は2月6日です、よろしく。待って、もじゃ見たかな、言ってた。もじゃって人が誕生日だ、見たかな。あ、いいね来た。2月60日書いとこ。あ、2人だ。しょうちゃんとレモン知ってるよーん。23だろだろと。あ、書いてあった、 Here are peace。 その時々、え、そうだよ、誰にも絶対早く送ってやるという執念と愛で。428です。待って、岸坊ちゃんとコセタン4月28に書いてある。2人とも4月28なのか、書いてあった。岸坊ちゃんコセタンとか、あ、送っちゃったよ、言われた。送っちゃった。僕は7月なので、7月何度もや、今教えて、7月何日ですか。かわいいな、もうしぼも3月だよ、3月22。言う前に、あ、言う前に送って、あ、全然いいやん。あ、あ、来たー来たー、リプ見た、リプ見た、あ、いいね来てたわ、見た。今日のイベントだからしような、えらいな、お腹空いたよ、それな、それが次アラフォー、アラフォー、それもアラフォーだよ。好きなドラマはドラニコフです、よろしくお願いします。よろしくです。面接かな、こっちも見に来た、ありがとう、モリモリアホー。さあ、モリモリにさ見せたいものがある、待って、その前に待ってね。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Moja. Happy birthday to you. めでたん。行ったことあったんだった。この前メンバーと日高屋行った時にさ、なんかクーポンもらってさ、これさ、モリモリサービス券だったから見せたかった、それだけなんだけど、どう思う？見て、モリ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 の券だよって、言いたかった、これ言いたかったから捨てなかったのっていう話。トリシオちゃんは新たに見つけた、好きに、え、これしてたらロリっぽく見えるってこと、もしかして。日付変わったので寝ます、おやすみ。日付寝たら、変わったら寝る人間なの。メジャーリーシングルで楽曲じゃなきゃアカピラでなら歌っていいと上さんが教えてくれたので。練習してるの、そうそう、あのね、曲バンドジャパンの曲は、本人たちはあのやっていいんだ。でみんなはあの自分で作る音楽なので大丈夫ですよ。お疲れピン。4月、あ、セブンイレブン、オッケー、今書くね。4月週は来年の7月まで週と一緒にいたね。おめでとう、おめでとう、みんなおめでとう、みんなじゃねえか。みんながおめでとう言って嬉しいな。超可愛いでしょこれ、今日買ったんよ、
大きさと色がね完璧すぎて一目惚れやすいたの。可愛いキラキラしてるし、大きさもちょっと大きすぎるね。髪飾りとかイヤリングはね苦手なんだけどね、これくらいがいい感じやね。衣装とかだとさ、もう大きすぎてもさ映えるから。どう？お兄の足帯です。うれしすぎ泣いた。かわいい。今年も一緒にしおりこそだよ。なんか好きな曲一個言ってよ。歌うん、歌う。てかさっき言ってた似てる、まあ、誰だったっけ、ごめんなさい。めっちゃ思ったこの前、あの生活してて、生活してて、はっ、なんてシュンに似てると。マジで思いつかない。ちょっと思いついたら教えて。おめでとうございます、すぐるちゃん。すぐるちゃん見てくれたよ。ハッピーバース。すぐるちゃんの一週去年のね、今年からの誕生日はさあ鍵閉めしたやん。もうさ、あの鍵開けできなかったことをめちゃくちゃ今後悔して死にそうだった。今年はね、だからもう来年見とけよって感じ。見とけよっていうか酔わせてくださいみたいな感じだけど。いや去年は本当に、去年っていうかこの前の誕生日の時はマジメンブレだよ。メンブレしたの。キャムチハート。皆さんおめでとうございます、おめでとうございます。そのキャを使うと無理も、あ、マジこれ出そうかな。これ毛利さんって食べれますか。日高屋美味しかった。日高屋、え、それと同じメニューを食べようとしてる人がいたら、なんだっけ、半ライスセットの豚骨ラーメンのやつプラスで、あの卵だから、ね、トッピングで卵してね。味付け卵、私あのプラスワンゲストでお迎えしたから。よちこんばんざい。ちなみに6月18日、めちゃくちゃかき盛りありそうで怖い。オルトラチャンネルの渋谷ジャパンとか、似てないよ。シュドがかっこいい。わろた似てる。でも私マスクの下見たことないからな、目元しか。マスクの下見してよ。なんか写真あったら送って、あったら DM で。27の、え、あったー、嬉しい。27、本当しおりちゃんをしたらめっちゃ期待しいなって思ってるよ。明日もだけどね、振り締めというか、そもそもリップくれたり愛しの話してくれるのがラブあふれる、ラブだよねラブだよね。これ可愛くない、このハートの作り方。ひどく安くて美味しくてね、僕めっちゃ久々に行った、また行きたいなと思いました。感想文すごいね、メモしてるしおりちゃん推しの人は。でもあのこの前これなんか今まで結構誕生日で教えてくださいって、あ、リプで教えてくださいって言ってたけど、なんかそれよりも自分であのこの人はしおりちゃん推しだって、ね、思ってる人を勝手に書いてるんだけど、たまにあのプロフィールに書いてない人がいるから、その人は今度聞こうと思って忘れてる。だからみんなね、ぜひねプロフィールに、ね、誕生日に書いてほしいと思っています。うん、待って、あと4日で1200日だね。ハッピーバースデーディーユって、26、7、8、9、11月29が30らへん、29の夜、体感が
1200なのか。29ってなんだっけ。ああ、深いか。じゃあ、こっち。こんばんざい。無音なんで挨拶だけ。待て待て。まあ、待て待て。ゆあちゃんのさ、あの、ページあるから。なんていうことはお仕事中なの。それで自分のねオタクちゃんへの愛がね強すぎるんですけど、まあ、惹かれない程度にね伝えていきたいなと思っています。いわちゃんの無音パレードいっぱいある。今日はこれだよ。今日これ11月26。1週間に1回書いてる。これ11月18日、これ12月、11月26。やっほー。仕事中なの、この時。見れたかな。めっちゃ手にペンついて。あさー。口先男だから見せない。何言ってんだ、早く見せろ。お宅の味方日高屋。お宅の味方なの？安くて美味しいとから多いって方。量多いよね。いろんな人によくさっきしようくんに似た人に似てよって言われる。なんそれ量産型突き出したの。陰ながら押してます。ありがとう。しおりちゃん押し多いから手帳がお待ちを。いや全然。でもなんか誕生日によってはすごい少ない月もあれば多い月もある。一番多い月は5月かな。なんか5月が大人気よ。あと7月がちょっと、いや7月そんでもなかった。4月が多いかも。あ、3月も多い。3、4、5が多いかも。12月とか少ないもん、すっごい。1、2、3、4、5。1月少ない。あ、ちょっと多いかも。2月は？あ、冬が多いかも。1200日とか尊敬すぎる。おお、ありがとうね。一番きつかったのは声が、舞台やってた時に、舞台期間中に声が出なくなった時、筆談でやったり、あとインフルの時とか結構きつかったかな。中華食堂一番館ってところも日高屋並みに。なんそれどこにあるの、東京、どこでもあるじゃん。ねえ、もじゃいる、まだもじゃ。あ、ありがとうね。仕事頑張ってね。聞こえてないと思うけど頑張ってね。姉ちゃんの声よく聞こえるの、まあ、隣だからね。あっちの配信の人の声入ったよ。しおりちゃんファンとても多いから埋もれてます。そんなことないよ、埋もれてないよ。みんなあのしおりちゃんのファンとして考えたら一括りかもしれないけど、みんな個々違う人間だから一人一人見てるんだよ、うん、明日のキースターチケット買いました。おー、明日のシャトルなんだっけ。明日のシャトルとショーの出演曲全然把握してないわ。あとで下手か上手かどっちかってツイートするね。本当に知らなくていいこともあるから、マジで目か明日見なくて。え、でもなんかさ、顔がなんとかじゃなくない？なんかその人についてる顔がその顔だからであって、それ知る人自体を好きになるタイプだから顔は。ほんとそうやで。たまたまその人についてた顔がこのパーソナだけであって、シューには変わりないから。いるよ。しさ、もじゃが前さ、シューからカラオケ配信した時にさ、愛子さんのさ襟足が好きってコメントしたからさ、覚えたの。知らなかったけど、だからさ今から歌うね。もじゃの誕生日までに覚えようと思って覚えたの。どう？覚えた。あの移動中に聞いてね、覚えたんだけど。いるよ。オッケー。明日もファイティン。頑張るぽよん。明日は。そう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 。配信見てるとなんか元気出るような天真爛漫だから。
そうだよ、それあの天真爛漫なの。元気ってこと？天真爛漫。さすがしおちだ。まあね。これさ、このさカラオケの方どうする？さっきの配信さあるかな？足なかったどうしよう。あった。えっとさ、下手だったらごめんねって感じで。からたね。下手でもご愛嬌で。誕生日の人もしてるから振り仮名つける。あーしね、まあまあ読めるけど。もう一回最初からやっていい？あの緊張してたらあの最初なんて遅れちゃった。待って待って、もう一回打って倒してちゃった。あの心の準備してたの。今発表会だから一緒で、あのそう発表会、発表会だからね。5678ブ、よし、チーマ頑張り中。
平気？緊張した。今日の発表会でした。イエーイ。中高6年間女子校だったから、マジで女の子のこと知らんかったけど、この1年でめっちゃ学んだ。あ、よかった。男子校ってどんな感じなんだろう。いっぱいご飯食べそう。みんな笑った。そう、フライングしちゃった。フライングの後しちゃった。で、そこ寝ちゃった。タク、帰宅。お疲れー。やめた方で。ありがとう。こちらこそありがとう。いつもあー、ありがとう。いつも泣いちまう。あ、ダメだ。待ってね待ってね。ちょっと待ってね。口がいっぱい。気にしない性格とかやりたい放題。楽しそう。やば、なんかまつげ下がってきたしさ、もともとさ、めっちゃ逆まつげでさ、生まれつき。え、どうしたの。あ、大丈夫だよ。え、まつげ、めっちゃ逆まつげ、今ちょっと。でもさ、泣いたらさ、まつげ下がっちゃうんだよね。だって、今ほんと泣いたの、いっぱい。なんでお姉ちゃん、しおちゃんが泣いてる。大丈夫だよ、ほんとに。ほんとみんな、ふみちゃんに報告してて笑った。何の報告？感動そう、感動系。愛あふれた泣いた系。だからあの、誰かに泣かされたとかじゃないよ。最低誰だよ。ちょっとまつげあげます。あ、めっちゃ上げすぎた。キバくなっちゃった。めっちゃね、まごちゃん。これがあの調子いいまつげ。こいつもライブの時のまつげ。すごいでしょ、逆まつげって。もうこれまだ下がってるけど、ね、なんかね、下まつげも上に生えてて、上のまつげはね、こう生えてて、すごいね。学校、教室でロケット花火が我らの学年で、なにそれ、やば、破天荒すぎやろ。もう泣きちゃう。かわいい。おいかわいい。シュートにしないで。かわいすぎ。誕生日をね、祝えるって嬉しいよね。大事な日よね。ということでござんした。待って、なんかな、ルミタンがお祝いしてるよ。いや、あんたちょっと出てきてよ。祝ってるんだけど、相手はね、かわいいかよ。ありがとうございます。みんないつも平和でありがとう。本当にありがとう。こんばんざい。湯川明、こんばんざい。音楽しよう。音楽のボスタイム。最近のライブにしようかな。
本当に学校偏差値高い偏差値すごすぎ62はやばし最近のライブ映像ってアイドルラブジャパンかなワンちゃん62たっけー収入も分けてほしいわしおりがいつ流してもいいようにしおりおのハンカチありがとう本当にですよねめっちゃ気持ちなんだよねすぐ録んだもんほんとめんどくさいよね自分でも思ってるよ今日ねこれも登れない好きなマーケットでバンデージュパンバンデージュパン見せてあげましょうこれは11月20違う15日のライブ映像です日曜日アホねえ髪切ったんだけどどう思う好き分かったどう何だっけ一人1曲目が浮世和歌だったことしか覚えてない並びと星投げてる並びたんどうこの髪型ねえねえかわいいって言ってくさくさなんでくさ生やしてるのあこの日ゆうやくんの日じゃんはいはい頭の中読まれてくれあーぜーちゃー言ってよ早くふふふふ自信満々かわいいしてるしおりちゃんがそうこれ言われたいだけなのよ本当にはどうだろうって思ってるんだけどねえすぐちゃんどうもかわいいって言ってみたい早くメイさんの足がエッチだった下からアングルはスカートが見えていいですねやばくね？ちょっとまた一回切ってみるよ。どう？いう。